はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2023年の11月9日です。今日の日本時間の朝10時ぐらいにですね、トランプさんはフロリダ州ハイアリアで集会を行いました。そして1.5時間ぐらいスピーチをされています。こちらに映っているのがその時の様子です。まずこちら、フロリダ州ハイアリアで のスピーチでお話しされたことを抜粋して紹介されておりますのでそちらをご紹介したいと思います。グレートサイレントマジョリティはこれまでにないほど台頭しており私たちのリーダーシップの下で忘れられた男性と女性はもはや忘れられなくなります。私たちは神の元の一つの運動であり、一つの人々、一つの家族であり、一つの栄光の国です。 そして力を合わせてアメリカを再び強力にしていきましょう。私たちはアメリカを再び豊かにします。私たちはアメリカを再び強くします。私たちはアメリカを再び誇りに思えるようにします。私たちはアメリカを再び安全にし、アメリカを再び偉大にします。フロリダの皆さんありがとうございます。あなたに、 神のご加護がありますように。そしてアメリカに神のご加護がありますように。と、このいつも虎親分がラストでお話しされている BGM とともにとても効果的にお話しされている内容がこちらで紹介されています。一度ね、トランプさんのスピーチをね、ご覧になられることをお勧めします。エンターテイナーだなぁといつも感心してしまいます。 はい、次。皆さんの投票で私たちはフロリダ州予備不代入れで3回連続で勝利し、来年11月には地滑り的にこの州に勝利し、アメリカを再び偉大な国、これまで以上に偉大な国にしていくつもりです。次。民主党は2024に退陣。このレースは単に、 根性のひねくれ曲がった梅田を倒すだけでなく、ワシントン DC の腐り切った腐敗し、横暴な体制全体を倒すことが目的です。この二代では、アメリカの権力が永遠に彼らのものであるか、それともこの国を運営する男女であるあなた方のものであるかを決定します。2024は私たちの最後の戦いです。この戦いで私と一緒に立ってください。そうすれば、 7年前に始めた仕事を終わらせることができます。次、このような時代には政治的に正しくありたいと願うボスを置く余裕はありません。また、イルハン・オマル氏やラシダ・トレイブ氏から外交政策のアドバイスを受け入れる政権を置くこともできません。初日に私たちはテロが蔓延している国からの入国に対するトラ親分の渡航禁止措置を復活させ、 すべての新しく入ってくる入国者に対して厳格な審査とイデオロギー審査を実施します。もしあなたがアメリカを憎んでいるなら、もしあなたがイスラエルを廃止したいなら、もしあなたが生前生死に同情するなら、我々はあなたがこの国に来てほしくないと思います。そしてあなたが入国することはできません。次。 ありがとうフロリダ、力を合わせてアメリカを再び安全で素晴らしい国にしましょう。次、ちくわの義務や、顔おむつの義務のある学校には一銭も払いません、と虎親分。次、3年前、私たちは偉大な国でしたが、すぐに再び偉大な国になるでしょう、と虎親分。虎親分、 トラ政権下で4年連続私はアメリカの安全を守り、イスラエルの安全を守り、そして世界の安全を守ってきました。次、梅田のバナナ共和国は2024に終わります。次、トラ親分が私を脇に引っ張って、さらあなたはタフで美しくて仕事ができるよ。だから彼らはあなたを攻撃するんだ。決して彼らに失望させないでくれ。 と言った時のことを私は決して忘れないでしょう。と、サラ・ハッカ・ビー・サンダースさん。サラ・ハッカ・ビー・サンダースさんというのは、トラス政権の後半の報道官を務めた方で、最後退任して、どこかの知事に当選された方です。お父さんも政治家でいらっしゃいます。そのサラ・ハッカ・ビー・サンダースさんの言葉、右派と左派の間はもはや問題ですらありません。 それは正常体、狂人の戦いであり、左派は狂気を倍増させています。と、今夜私は元上司であり友人であり、みんなの大好きなボスである虎親分を支持できることをとても誇りに思います。と、サラさん。ここまでが今日のラリーの中でお話しされた内容の紹介です。次に、こちら、今映っている <laughs> ニュース記事なんですが、この顔皆様覚えておりますでしょうか今話題のエンゴロン判事です。ニューヨークのレティシャ・ジェームズ司法長官が起こした民事裁判で裁判官を務めて、審理もしない前に虎親分に有罪判決を下したというあのエンゴロン判事です。彼が何をしたかというと、点点点ですね。もう本当に気持ち悪いですね。 速報、意気消沈したエンコロン判事が、地震が管理する高校の同窓会ニュースレターに、ご自身の反乱写真を投稿した疑いで精査される、ゲートウェイパンデットさんが伝えています。こちら、ご紹介するのも何な,なんで、URL をとりあえず貼っておきたいと思います。次。 バカバカしい憲法修正第14条に基づく訴訟がミネソタ州最高裁判所によって棄却されました。メリットがなければ憲法違反。このデマと戦ったすべての皆さん、おめでとうございます。次。こちらは新しい書き込みから時間を遡って投稿されたものを紹介しております。わお、ありがとう。フロリダ州ハイアリアーの東部時間、午後7時に会いましょう。 こちら今日のラリーの前待っている方々の様子を紹介している VTR をご紹介します。そしてこのフロリダ州のハイアリアという場所なんですがこちらはキューバ人の方が多く住んでいる地域だそうです。今日のラリーでもトラ親分のスピーチの前にキューバ人 の方がかなり多くスピーチされておりました。今日のスピーチではなかったんですが、私が以前聞いたキューバ人の方で、こんなことをおっしゃっている方がいました。自分は社会主義国キューバで、とてもとても辛い思いをしてきた。それから逃れて、せっかく自由の国アメリカに来たのに、このアメリカの山頂と言ったらなんてこった。ということです、せっかくね、 社会主義国、共産主義の国家から逃げてきたのにアメリカ自身が共産主義になっているという、なんとも笑えないような苦しいさをその方はおっしゃっておりました。次、トラシはなぜ勝ったのか、答えは彼が問題に取り組んでいるということです。次、昨夜トランプではなく、デサンティス・マコーネルの白紙グループが勝利を収めたという記事を紹介しています。 この記事に関連した内容はこの通りです。ダニエル・キャメロンはミッチ・マコーネルの握手を和らげることができずに負けた。私、トラ・オヤブンは彼に、それは乗り越えなければならない大きな重荷だと、早い段階で言いました。マコーネル氏とロムニー氏は、共和党候補のクリプトナイトである。私は彼を25ポイント上げたが、マコーネルとの関係は耐えられないほどだった。一方、テート・リーブス氏は、 私の関与後、ミシシッピー州知事選に躍進しました。テイトおめでとうございます。と、虎親文は書き込んでおります。次、被害者なし、債務不履行なし、保守的な財務書標、100%面積条項、腐敗した AG、司法書、虎嫌いの判事。これで裁判はないだろう。次、私の素晴らしく美しい娘、イバンカが、 ニューヨークでの人のあやめと暴力犯罪の蔓延を許してきた腐敗した人種差別主義者のニューヨーク州司法長官レティシャ・ピーカブー・ジェームズの指示でローワー・マンハッタンの裁判所に行くことになっています。虎嫌い制御不能クラブハウスで判事に任命されたアーサー・エンゴロン氏は裁判が始まる前に私に不利な悪質な判決を下し、 バイ員の仙人すら考えず、フロリダ州パームビーチのマーラーゴには1800万ドルの価値があると述べました。実際にはその価格の50から100倍の価値があるのにです。他のプロパティも同様です。この情報に基づいて非常にバカバカしいのですが、彼は私が詐欺師であると言いましたが、実際には私の財務書評を傷つけ、 信用を傷つけるためにそのような低い評価額を設定した詐欺師は、レティシャ・ジェームズと裁判官であり、それによって私についてそう思わせました。とてもひどいことです。不代入れ妨害。控訴院は、違反化を起訴できないとの判決を下したにもかかわらず、彼らは現在、違反化を訴訟に持ち込もうとしています。とても悲しいことです。次、不代入れ妨害。 次。私には財務諸表に記載されている金額よりも数十億ドルもの価値があります。財務諸表は非常に保守的です。従って詐欺はありません。そして腐敗した人種差別主義者のニューヨーク州司法長官、レティーシャ・ピーカブー・ジェームズは、トラギライの団体と緊密に連携しており、旧審査派判事と梅田大統領は、 これまでにこの件に使用されたことのない法令を用いて提起された番震委員不許可事件の取り下げを拒否しています。実際司法長官事務所がそのような訴訟を起こしたことはありません。それは私たちの司法制度と法制度を嘲笑するものです。ファシストを止めるために何かをしなければなりません。マガ。次。ミシシッピー州のテイトリーブスさん。 知事への大再選おめでとうございます。以上、今回はここまでです。いつも最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日は久しぶりにビールを飲んでしまったら、ろれつが回らなくなってしまっております。すいません。それではまたありがとうございました。